いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパクハイアット東京ペストリーブティックとデリカテッセンのお土産をご紹介したいと思います。ミネルディーズボックス、栗とみかんのモンブラン、ミルフィーユピスタチオラズベリー、バニラブルーベリー、マーガレットバニラ、サブレブルトン、シャインマスカットのタルト、サンシャイン、チョコレートキャラメルマカダミアタルト、梨のチーズケーキ、アラビカ、ピーカンナッツプラリネのシュークリーム、レモンメレンゲタルト、トンカ豆とフロマージュブランのタルト、いちごのショートケーキ、ホールケーキ、バナナブレッドとアップルパイ、グランマドレーヌ。このね、大きいやつをね、視聴者さんがこの前買ったとコメントくださいました。マドレーヌ、シューケット、サワードゥブレッドと栗のサワードゥブレッド、チョコレートママケーキ、マッシュルームフォカッチャ、プラリネブラウニークッキー、プラリネラズベリークッキー、チョコレートコーヒークランブルブリオッシュ、チョコレートとパートフリュイ、パンのコーナークロワッサン、ブリオッシュのマロンとプラリネローズ、そしてパンショコラ、クッキーもあります。そろそろニューヨークグリルの時間なので、デリカテッセンをさっくり。こちらは前回と一緒になります。本日はこちらを買ってまいりました。じゃーん、まずはサンドイッチ2種類とパスタ、そしてケーキになります。ケーキはこちらです。3個買ってきて、2個が新しくて、1個はね、多分去年の今時期にご紹介したやつだと思います。じゃーん、こんな感じで全部茶色系。それでは食べていきます。じゃん、まずはこちらのサンドイッチ、最近定番の野菜のサンドイッチになってます。今回はじゃん、かぼちゃと生野菜ごまソース。はい、材料はこんな感じになっております。まずはこちらです。
天然酵母パン、かぼちゃと生野菜ごまソースになります。今回もね、お野菜がたっぷり、こんな感じでかぼちゃをメインにキャベツやアボカド、これは何、トマト、キュウリ、レタス、それからパプリカ、アルファルファなどが入っております。今回のこちらはかぼちゃがねメインなんだけど、でも食べると実はね、アルファルファの味が一番する。で、アルファルファをメインにトマトとキュウリのみずみずしさで、かぼちゃはね意外と存在感がなんかこう、なんちょっとクリーミーな食感はあるんだけど、そんなにね存在感はわからない。そしてごまソースも、ごまかって言われるとちょっとごま感はそんなに強くなくて、なんかさっぱりした感じな、なんかごまだとクリーミーなイメージなんですけど、さっぱりしたサンドイッチになっております。よだれが、あ、じゃあよだれ出てますよ。あ、ちょっとちょっと座って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 、はい、よだれ出てます。お次はこちらになります。こちらも多分新しい、じゃん、全粒粉ブレッド、鶏胸肉とクリーミーインカポテト、キャロットラペになります。こちらはチキン、キャロットラペ、それからポテトとレタスと紫キャベツのシンプルな感じになってます。こちらはパンがね、さっきのパンよりも全粒粉のやつで、なんかちょっとね、まあ、パサッとって言ったら言い過ぎだけど、さっきの方がしっとり感がある。そしてじゃがいもがクリーミーなマッシュポテトかと思ったら、ちょっとね食感の残るシャキ、ちょっとシャキッとした感じのポテトになってます。あとは玉ねぎの味が割としっかり感じられます。そしてチキンはね、意外と存在感がじゃがいもとかね玉ねぎに負けてる。なのでなんかチキン入ってるけど、結構ねさっぱりめなこちらもサンドイッチになっております。まずはこちらアラビカ、中がねコーヒーのムースだったかな、違う、コーヒーのクリームが入ってるそうです。美味しそう。それでは切ってみたいと思います。中はこんな感じになっております。なんだろう、外側がコーヒーのスポンジで、で中がね、なんだ、下の方はスポンジ、クランブル、クリーム、コーヒーゼリーにコーヒークリームっていう感じかな、だと思われます。では早速、これ多分ねコーヒーゼリーだと思う。よし、どういこう、はい、いただきます。これはね、このコーヒーゼリーがちょっとザラッとした食感で、ニューヨークグリルにあるジャイアントコーヒー、なんだっけ、マスカルポーネクリームと、コーヒーのジャイアントエクレアの中に入ってるコーヒーゼリーと似てる。そして、意外とね、これね、全然甘くない。まあ、全然は言い過ぎだけど、相当甘さ控えめで、なんかね、さっぱりコーヒー味。そして、スポンジもね、なんかふんわり、しっとり系かと思いきや、意外とね、なんだろう、ふんわりはしてるんだけど、なんかしっとり感もあるんだけどね、こう溶けていく感じっていうよりはちょっとね、寝ちゃって言ったらまた言い過ぎだけど、ちょっとこう口の下の上にこう残りながらなくなっていくスポンジ。お次はこちら、チョコレートコーヒークランブルブリオッシュです。美味しそう。ただ今気づいた、今日はエルちゃんが食べれるのが一個もない。ごめんエルちゃん、待ってるけど。一個してるの？あら、一個してるけど、じゃあ食べるのないんだけど。ごめんね。シート。シート。はい、一個です。中はこんな感じになっております。もうちょっとこれもふんわりしっとり、ふんわり咲くかな？ふんわり咲くをイメージしてたんですけど、ナイフを入れたらね、意外とね、こう、じわ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 ってこう入っていく感じで、重そうな
感じです。ではよいしょ、パンはでもねふんわりしてそう。じゃあこれがねクランブルのところがなんかもうちょっとサクサクしてるのかと思いきや、なんかしっとりしてると思ったらパンとクランブルの間にクリームが入ってる。そしてこのね、あそう だから上の方はちょっとねチョコクリーム感で、横から見るとね意外とクリームが薄い、あの切る位置なのか分かんないけど、思ったよりクリームはもしかしたら控えめかもしれません。そして中のクリームはね、あのチョコ感ありつつ甘すぎなくて重すぎなくていい感じで、なんかね食感がね、なんだろうこれディプロマットクリームなのかな、なんかカスタードではないけど普通の生クリームよりはちょっとね重たいっていうか、なんかバタークリームにも近いようなちょっとしっかりした質感のチョコクリームになってます。そして今こっから見て気づいたんですけど、上のとこがあれかな、メロンパンっぽい感じになってる上にチョコクランブルが乗ってそうです。じゃん、こっちはちゃんとクリームがいっぱい入ってました。これはねなんかパンとクリームの息がぴったり。次がパスタになります。ティガトーニパスタ、鶏もも肉とキノコ、栗のブレゼ。ただねちょっとさっきね落下させてしまいまして、ちょっと汚くなっちゃったんだけど、もうちょっと綺麗に入ってました本当は。あとねチキンをね落として、チキンとこの真ん中のキノコかな栗かなもうなんか落下してエルちゃんのお腹の中に入ってしまいました。こちらもねリカトーニでトマトソースなんですけど、トマトなんだけどなんか普通のトマトソースとちょっと一味違うなと思ったらね、このねローズマリーの味がする。これこれこの上に乗ってるローズマリー、このリカトーニはね思ったよりはちょっと固めって言えばいいで、まあリガトーニなのでちゃんとねこのトマトのソースはあの見た目よりも絡んでます。そしてこちらのチキンはねもちろん柔らかいんですけど、なんかねグリルなのかなと思ったら、どうなんだろうグリルもしてるかもしれないけど、なんか感じとしてはあの茹でた感じの鶏肉に近いイメージ。あとはこちらがね、これがねこれ栗キノコどっち、これキノコ栗はね、栗いる？これかな？これ栗？多分栗。栗はね、これ栗なんだけどね、トマトとね、このローズマリー味で、栗感はあんまりわかんないかも。言われないと栗だっていうのがあんまりわかんない。なんか秋なんでね、ちょっとこってりした感じかなと思ったら、意外とね、ローズマリーとトマトでさっぱりなリガトーニになっております。いかがでしたか？今日はパークハイアット東京ペストリーブティックとデリカテッセンのお土産をご紹介いたしました。毎回素敵なお土産が並んでますので、ぜひ買ってみてください。美味しいものと動物が好きなあなたはチャンネル登録よろしくお願いします。